皆さんどうも、コミファインゆきです。今日はですね、北海道と茨城と埼玉にあるのかな、北海道がまあ主にメインなんですけれども、セイコマートに今ちょっと行ってきたんですが、今日はこちらの商品を皆様に紹介します。それがこちら、バン、セイコーマートの冷たいカップラーメン醤油味、148円です。この設計は車のドリンクホルダーあるじゃないですか。これがちょうど置けるタイプのラーメンです。はい、あのね、とてもね、いろいろ工夫されてるんです、セイコーマートっていうコンビニエンスストアは。はい、私もね、結構、まあ、セイコーマートなんて北海道にもいくらでもあるので、かなり活用しております。早速食べてみたいと思います。まあ、こういう状態になってます、中はね。でここに胡椒と、ここにタレですね。で麺と一緒に出てくるんですよ。はい、取り出します。はい、麺と品つくとタレですね。でタレを今からこのカップに入れていきたいと思います。はい、できました。はい、すごい胡椒の匂いが強いです。じゃあさ、こっからね、ちょっと混ぜる仕事です。ちょっと混ぜないと食べれないです、麺がくっついちゃって。できました。じゃあ早速いただきたいと思います。いただきます。久々に食べます。この麺の硬さと、でこのあっさりした感じと、この胡椒の風味がね、もうマッチしてね、すげー美味しいです。これうまい。うまい。ごちそうさまでした。よかったらぜひセイコーマート行こうってありましたら、ぜひぜひセイコーマートブランド、いろんなのあります。まあ、100円惣菜とかも普通にいろんな種類の、バリエーションがありますので、よかったらぜひチェックしてみてください。あとセイコーマートのグランディアで、そのコーヒーもいろんな種類あります。よかったらぜひチェックしてみてください。本日もご視聴ありがとうございます。気軽にチャンネル登録お願いします。また会いましょう。実はですね、今先ほどね、コンビニに行ってきたんですけど、セイコーマートに行ってきたんですけど、実は見てください、じゃらだだーん、1111円ということで、4が1が4つ揃えました。はい、こんなこともあるんですね。いや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 、ぴったり1111円ですよ。すげえ。はい、ちょっと自分もびっくりしましたけれども、1が4つ揃いました。なんかいいことがあればいいなと思います。またね。